思うよね。おはよう。おはようございます。バケモノライダー一発目、いよいよ始まります。一発目お願いします。あ、始まりました。もう始まってますよ。始まってますか。いよいよバケモノライダー始まりますけども。始まりますね。ちょっと早速なんですけど、はい、一応今回の目的地、はい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 、もう早速発表しようと思います。はい、発表。ああもう準備手こずりましたよ。準備手こずりました。あの全然緊張して寝れず、ガンプラ一体仕上げて朝を迎えましたよ。ここ行くんちゃうかみたいな予想とかって何個かあるんですか。いやまああのー。あの視聴者のね、皆さんもね、このバイクを見てもらえば分かる通り、これアンテナついてますよね。ほう、後ろにこれね、ほう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 、あの一応ねビシッと寄ってもらえば分かるのかな。あれこれもしかして見てください、これあれ釣り竿釣り竿はいっただね、今回釣り竿いらないですね。いらない。じゃあ、ちょっと今回の旅の行き先を旅の行き先もう早速発表しちゃいますけど、うん、今回はですね、うん、兵庫県の三田市にあります、うん、ライダーズカフェ小亀というところにとりあえず向かってもらいます。おお、あ、やっぱりあのライダーなだけにライダーズカフェ。そうですね、あのバイク好きが、まあ、結構こう集まる、なるほど、ことで有名なお店らしくて、はいはいはいよ。で今からまあその場所を調べてもらって、おおもう自分で向かってもらいます。で僕らついていきますんで、でそこでまあ店主なりお客さんなりに、うん、まあこの辺で、うん、そのバイク好きが好みそうな、うん、まあ、珍スポット、まあ、うん、絶景なり、まあ、面白スポットなり、うん、その情報を聞き出してもらってそこに行くっていうのが今回の目的と目的です。ほうほう。はい。だからもうどうなるかは分かりません。ああ、そうだってですよね。もう有益な情報を聞けるかどうかにかかってます。なるほどなるほど。このバイクはあのエーススカイチームのねエース125っていうバイクなんですけど、125cc ですよ。今日はだから高速はまあ乗らないスタイルで行ってもらえたら嬉しいかなっていうことで、あ、高速にはもう乗らないコースで、乗らないコースで、はい、下道でのんびり、あの美味しそうなご飯屋さんとかね、うん、面白そうなスポット、もう滑っても全部こういっぱい、そしてでも天気やめてください、そういうの。あ、あやめてほしい。あ、いきなりあの出鼻をくじかれ、そしてね、バケモノライダーに、ね、US ボーダーさんがね、スポンサーについてくれました、ありがとうございます。で、これ今日着てきました。ありがとうございます。ありがとうございます。 US ボーダーさん、ありがとうございます。だからあの、今は多分ね、あのテロップにあのこの下の辺に US ボーダー、ピシッて。あ、カフェ、美味しいコーヒーが飲めて美味しいコーヒーが飲めて、うんうんうん、でかつまあバイク好きが集まるお店で、まあ、店主の方が要はバイクが大好きみたいで、はい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 、そのパターンね、飛行機に分けたバカね、そんなもんよね。寝起きやから、あ、すいません、頑張っていくの、何じゃと思ってる、マジで緊張して寝れんだわ。オッケー、ルート確認、オッケーです。いつでもゴーマーウェイです。それでは、バケモノライダー一発目、ライダーズカフェ小亀さんに行きます。こんな感じや。ちょっとうるさいですね。
到着予想時刻は、10時24分です。あ、10時24分。あー、なるほど。1時間半ほど。あー、これいいよ。ただ、もっと早く、あれやね、僕らが知らない道に行きたいな。俺ね、オレンジライナーに邪魔されたな。機械に飛んだって。でもマスターがどんな人かはもう未知数やから、うん、ああなるほど、もうそれはそれで楽しもう。めっちゃ怖い人かもしれないで、うん、やめてほしいよそういうのは。あ、今あのグッチのお客さんが通った。あ、嘘。俺はあれよ、釣り人の夢も背負ってるから。あ、そうなんや。そうで、いずれは世界一のブラックバスバケモノライダーで撮るで。バケモノライダーが選ぶこう引きずりゴレンジャーみたいなのを集めて、こうそのすごいプロの人たちと一緒に狙うみたいな。がいい。なんかよくわからん。そう、僕らはやっとインディーズデビューしたわけやん。そうやな、今。うん、俺らはやっとインディーズデビューしたわけやから。めっちゃ言うやん。うん、かっこええな。かっこええな。だってデビューさんやん今日。よ、横につくん忘れてたら。いや、ちょっとこの道は狭いから無理やわ。狭いな。うん、ちょっと危ないな。ちょっと降りたりしてみようか。あるよ。一緒や。登録だ。すぐ横つくん忘れるやん。参った。あ、お学習してん。おバカ扱いするんじゃねえか。学生さんか。学生さん走ってんで。あ、お前学生かな。めっちゃ走ってるやん。じゃあおっさん、こんにちは。コウスケ、左のおばちゃんにめっちゃ見られてる。めっちゃ下がってくるやん。どこ行かれるんですか。どこ行かれるんですか。あ、すぐ帰るんですか。今ね、僕らね、あのバイクの旅動画のよくしてるんですよ、この車で。お気をつけて、お気をつけて。はい。あ、危ない。うん、やっぱり人とのコミュニケーション、やっぱ出会いを大切にする姿勢。あれよ、バケモノライダーとして初めて出会った人。いや、そうやね。この人。うん。そういう姿勢を大切にし、あ、迷惑かもしれないわ、コウスケ。あんまり。ここは何市か。西宮市です。ここは。まあ、バケモノライダー一発目、うんうん、を記念してちょっと即興ソング歌ってもらっていいですか。うん、あ、オッケー。タイトルはそうですね、小亀さんで。小亀さんでよろしくお願いします。あ、了解しました。ビルって言ったな今。それではバケモノライダー森本浩介による小亀さん、皆さん聞いてください。小亀さんどこに行くの。小亀さん蜂蜜レモンのやつな。はい。よ、蜂蜜レモンのマックシェイク一つくださいよ。もっともっといっぱいくださいよ。S でお願いしますよ。よろしくお願いしますよ。ありがとうございます。
それじゃあ、ありがとう、サンキューでした。あ、すみません。はい、はい、はい、お願いします。ちょっと謝っといて。すみません。すみません。ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あのね、僕はね、今、接客業の神様と出会ったよ。あの、もう、一切微動だにせえへんから、彼女は。いやー、いるもんやな、神様って近くに。えちょんぼしたやから。お、それ俺何ちゃんとしたっけ？そもそもなんで俺はあのマクドで罰ゲームさせられたのか。違う違う違う、いや分かる。それ逆に俺らがおおってなったらマックシェイクのプレゼント組んで。あうそ、逆に、うん、いいかも。あれはいや即興ソングで笑っちゃったから、うん、あ分かった、その罰。Thank you.